駅前広場レンゲジ駅は、三重県桑名市大技ンゲジにある、三義鉄道北税線の駅である。単式ホーム一面一線を有する地上駅である。ホームは、大型の U 字ブロックと、コンクリート板で組み合わされたもので、ホーム下部に退避可能である。北税線で唯一、電車接近表示灯が設置されている。駅舎は平屋建てで線路の南側にある。 駅舎西側部分の改札内にはトイレがホームに面した駅舎東側に待合室がある。駅舎には自動券売機、自動改札機、自動生産機が備えられており、普通券、回数券の購入が可能であるが、定期券の購入はできない。監視カメラが備えられ、当院駅からの遠隔監視駅である。駅員は配置されていない。駅前広場は従前からある。 材料畜市民センター駐車場を拡充する形で整備されたものである。駅前には車の停車スペースが備えられており、キスライドが可能であるほか、駅前広場南東側及び線路北側には31台分の鉄道利用者用無料駐車場があり、パークライドも可能となっている。この他に材料畜市民センター利用者専用駐車場が37台。 文を受けられている。駅前広場には、ロータリーはないが、駐車場での車の展開は可能である。また、駅前広場北西側のホーム壁面に面して44台分の無料駐輪場がある。駅前広場、駅舎、ホーム等の施設について、バリアフリーに対応している。現在の駅は2008年に移転、新設されたもので、 それ以前は当駅から約130メートル桑名方に位置した。旧駅はホームと小規模な駅舎だけの簡素な設備を有していた。当駅建設に関わる用地取得、駅前広場整備は地元の桑名市が言った。三重県統計所によると、1日の平均乗車人員は以下の通りである。連下寺駅旧駅1944年7月1日まで西別所駅との間に、 冷えた前液があった。ありがとうございます。